れ様でした。まもなく新大阪に到着をいたします。お出口は左側17番乗り場の到着です。乗り換えのご案内いたします。関空特急春子号関西空港行き和歌山白浜方面参ります。特急黒潮1号新宮行きご利用のお客様、ホーム変わりまして11番乗り場からの発車です。東海道山陽新幹線地下鉄線それぞれ乗り換え口へお越しください。なお山陽新幹線で岡山広島博多方面お越しのお客様は20番21、22番乗り場からの発車です。各列車の詳しい乗り場につきましては駅の発車表をご覧になってお乗り換えください。新大阪を出ますとおよそ5分で終点大阪です。お忘れ物、お年頃の内容をお聞きください。お出口は左側に変わります。ドアから手を離してお待ちください。また降りの際は電車とホームの間少々空いているドアがございます。お足元ご注意ください。まもなく新大阪です。方面各駅に停まります。別西高市行きホーム変わりまして6番乗り場浜ヶ崎西宮芦屋住吉六甲道の順に停まります。快速姫路方面網走行きホーム変わりまして5番乗り場浜ヶ崎芦屋三宮神戸の順に停まります。新快速姫路行きは着きました。同じホーム4番乗り場でお待ちください。大阪環状線内回り西九条弁天町新間宮方面と夢崎線ユニバーサルシティ方面山戸内線王子奈良方面参ります。区間快速また関空紀州寺快速をご利用のお客様は1番乗り場から外回り京橋鶴橋天王寺方面2番乗り場からです。阪神電車阪急電車地下鉄各線はそれぞれお乗り換えです。携帯電話、切符などの貴重品、お忘れ物、落とし物内容をよくお確かめになって座席、荷物などをよくお確かめになってお降りください。今日は特急琵琶湖エクスプレス1号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。終点大阪駅に、お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。特に本日、傘などのお忘れ物内容をご注意ください。終点大阪です。